リアでもちゃんとバイト感がギュッて出るよね。出ますね。はい、どうも始めました。どうもー、朝日さん。本日もスペシャルゲスト来ていただいております。 Do As Infinity のギタリストリョウさん、イエーイ。そしてオーバルトの田中さんです。よろしくお願いします。今日ね、もうここに並んでおりますけれども、はい、田中さん、これは何でしょうか。はい、これちょっと今回ですね、まあ、去年、去年の東京ペダルサミットっていうイベントでちょっと先行で発売してたんですけど、チューブスクリーマーの、チューブスクリーマーのモディファイのオーバライズドスクリーマー9とオーバライズドスクリーマー10の2種類。10もいるんだ。そう、ちょっとこの後詳しく聞いていきたいところですね。りょうさん、 TS といえば何かあります、思い出。僕ね、ちょうど高校卒業してまだバンド活動やってる時に、はい、この9の形をしたファーストリーシューっていうのが92、3年に、はい、3年だったかな、93年に出たんですよ。ほいで、おチューブスクリームがやっと買えるっつって、で飛びついて買って、全然歪まなくて、で当時もガンガンにこう歪まする感じのプレッシュだから、なるほどなるほど、何やこれ、カスカスやなこれっつって、そういったね思いがあって、はい、まあ自分が未熟だったから、はい、その後その未熟に気がつけなかったっていうのは分かっているんだけど、そういう思い出があります、じゃあちょっと今日はそういう思い出と絡めて対比しつつ、やっていきましょうか、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。ではまず普通のチューブスクリーマー、はい、アイバニーズ TS9 をつないでおります、はいはい、ちなみに今日アンプ田中さんこれお持ち、そう、あのフェンダーのトーンマスターっていう、ね、いやーこれ欲しい俺も久しぶりに弾いたけどいいねこれちょっと一回バイパスしましょうか。ちょっとまあバイパス音にはなっちゃいますけれども、あのアンプの音ね、そうね、ね、いい音だよね。いいですね。フェンダーのやっぱね、この欲しい感じ、はい、出てる。じゃあ、はい、オンにしますね。はい、オン。やってみよう。TS9 の音、安心しますね。ね、でもこれは、両少年はこれは歪まねえじゃんと思っちゃった。全然もう、もう即売ろうかなみたいな。かっこいい音してますね。全然当時は分かんなかった。この後繋ぎ替えるんですけれども、ちなみにこの2機種、なんかどういう違いがあるんですか？知りたい知りたい。そうですね、まあ、こちら、ちょっとモダンっていうか、ハイファイ系で、まあ、使いやすくっていう感じ。まあ、ゲインもちょっと低い方に拡張させてる感じ。ああ、じゃあ TS9 よりも低めのゲインも狙える。そうですね。黄色の方は TS10 っていう、機種があるんですけど、はい、それとあの AB テストしながら音を寄せていったので、でもちょっとこうナローレンジ でローも結構出なくて、それが逆にいい味みたいな、なんかそういったモディファイになってます。どっちからいきましょう。じゃあ分かりやすそうなんで10から行ってみましょうか、はい、10から行ってみましょうか、はい、つながりました、はい、まず10から、はい、これ田中さん、バイパスもなんか音違うんですよね。そうなんです、あのバイパス音もあのちょっと違う感じになってるので、確かになんかね、プリプリ感があるというか、ありますね、パラーンとこうなるような、ね、僕これ好きです。いい、はい、うん、やっぱトップがプリッとする、はいはいはい、じゃあオンにしてみますね、はい、ほい、吠えるね。普通のこのやつを原因上げていくとちょっとね低音がぼやけるというか、太くはなるんだけどぼやける感じっていうのがなんかないというか、もうちょっとミッド寄りの低音がホットになっていくようなイメージがしましたね、うん、ですね、うん、つまみ回してみたいんですけども、うん、もっと上げちゃっても例えばドライブ全開、ドライブ全開確かにゴツンとしたのは出てくるけど、はい、よどまないという、はい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 、使える感じに仕上がってる感じですね、うん、
リアでもちゃんとバイト感がギュッてるよね。出ますね、うん、感じがするね。今トーン1回結構もうほぼ前回ぐらいまで上げて、はい、でそれでもなんか耳に痛いやらしい感じ、うん、特にフェンダーなのに、うん、バイヒューみたいなのもなければ、まあなかったね、その後トーン結構下げて9時ぐらいまで下げたんですけれども、はい、全然心地よい。確かに可変域が使える音のスイートスポットが広いような気がするね。まあ、下げても、まあ、原因下げても全然。程よいクランチ。いいですね。こういう動画ってちゃんとコメントしないといけないのに、いいしか出てこない。食リポで美味しいしか言わないね。はい、つなぎ替えました。ナイン。はい、そうですね。あの、うん、まあ、こちらもバイパスちょっと違う。おお、あ、そうか、じゃあバイパス。あ、バイパスから行ってみましょうかね。うん、なんかあのあさっきのバイパスよりちょっとレンジが広がって、ね、低音と高域がそれぞれ増えたような、うん、はい、ですね、そんな印象を受けるね。ハイファイっていうワードが割と綺麗にはまるような感じ、ね、はい、割と使いやすいっていう、最初にこっちの方が最初にできて、はいはいはい、いわゆるあの使い勝手のいい TS にしようっていう、今割と世の中的に流行ってるバッファーってこっち系のが、ね、多いと思うですね、うん、僕さっきの方が好きなんですけどでもこれは結構使いやすいですね、うん、いろんなエフェクターと組み合わせた時にちゃんと立体感が損なわれないかな、うん、確かにそんな気がするね。こっちはでもラベルが銀色なんだね。銀色なんです。こっちはね金でね。金さん銀さんできるいらなかったそれ。いや、そうなんですよ。全然どんどん入れてくださいOK、やってみようか。銀さんの方ね、はい、うん、なんかね、クリーンでちょっとチリッとしたいみたいな音色が絶妙、うん、これなんかどういうシーンで使ってほしいとかなんかあるんですか、はい、やっぱり今みたいなアルペジオとか、はい、本当にだからクリーンにちょっとサチュレーションみたいなで、ドライブが今あのこの9時ぐらいなんですけど、はいはいはい、それが普通の TS のこの絞り切りぐらいの原因なんで、より下げれるみたいな。ちょっと下げてみましょうか、うん、はい、もう完全にエフェクターかかってるけどクリーンの、めちゃめちゃ下がりますね。確かに本当に強く弾かないとチリッとしないぐらいまでクリーン、はい、例えば、まあ、今日はアンプがこういうアンプですけど、うんうん、こうじゃないドクリーンのアンプとかをちょっとだけこう、はい、こういう感じのイメージするみたいな。味付け担当にも使えるんだ、はいはい、ドクリーンアンプだったらかけっぱにして、はい、そうそうですね、ちょっとね、雰囲気をやっぱちょっとプリプリアンプ的な用途でっていうのもありかなって、はい、うん、じゃあちょっとこれ原因上げてみていいですか、はい、どんどん上げていきます、ね、こんな歪んでんのに、この格言のバランスはすごくいい。はいはいはい、はい、下から上まで綺麗に聞こえてくるとか。はい。りょうさんだったらこれなんかどういう時に使いたいとかありますか？これさっきのこの10のモディファイの方だったらやっぱりこのなんていうかな、粘っこいブルースのイメージにしたいけど、はい、これはやっぱりね、そのちょっとサーチュレーションが上がったようなクリーンにちょっとチリッとしたような設定にしておいて、強く入れるとちょっとジャリッとするような。はいはいはい、みたいな、こういうちょっとポリスみたいな、そんなプレイするときにこれやっぱずっとかけといてみたいな。まあかっこいい。こんなんやりたいよ、かっこいいですね、うん、これちょっとトーンをいじってみていいですか、はい、あ、はいはい、じゃあ一番ミニマムから上げていきますね、はい、一番上
目すごいギラつくところまで行けるけど、あのなんだろう、あ全然ありっていう方に行きますね。ちょっとこの銀の方は、はい、あの東音の会場が TS とちょっと違う風にしてるので、違う、全然違いますよ。普通のオーバードライブって、はい、あのね、下がどんどんなくなって上に落ちるフィルターのあれだけど、それじゃない感じですね。空いていく感じですね、うん、はい、ちゃんと下も残りつつ上が広がっていく。これ結構すごいですね。結構ってなんか失礼だ、めちゃめちゃすごいですよこれ守備範囲広い、ね、広いトーンがね、はい、さすが田中さん。これ、はい、TS9 って割とブースターとして使ってる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう使い方的にはどう思うんですか？いや、もちろんもちろんもちろんで、今その2機種がちょうど、うん、あのコンビネーションがいいので割と自分が試してみたら、その、まあ、金を高座に置いて、銀を全体に置いて、銀で金をプッシュする、プッシュする、あるいは銀で基本を作っておいてリードで金を踏むとか、あ、うん、それやりましょうかやりましょうかはい、つながりました、2台。今回は銀を先にちょっとオンにしといて、うん、それにこれを加える、金を後段に加える感じでいってみたいと思います、はいはい、はいはい、じゃあちょっとやってみましょう、はい、しか言ってないけどこれはでもいい組み合わせかもしれない。いいですね、うん、粘るし音量も上がるし、はい、うん、これバッファーがやっぱり先にこの銀色が入ってるってところが、はい、うん、結構でかいですね。そうですね、うん、あのやっぱり前段に来る方が支配的になるので、ね、うん、はい、あのすごいしっかりワイドレンジでこう広げたのをこのソロで行くときに、うんうん、まあ、単音弾きとかで割と細くなるところをがっつり、うん、ちょっと太い中域をしっかり持ち上げてくれてる、はい、うん、これは意味のあるあの接続順とコンビネーションだね、はい、ですね。なんか他のエフェクターと組み合わせた時も、はい、いろいろこういう風なバリエーションできるだろうなって、すごいなんか今脳内でちょっといろんな未来が見えました、うんうんうん、はい、じゃあ最後に、はい、このトーンマスター結構歪みますよね。そうなんです、割と歪む、こんな歪むのフェンダーの顔してそうで、このトーンマスター、まあだから歪むアンプをこうプッシュする役、ね、あとトーンマスターとかって結構こう音がちっちゃうっていうか、はい、うんうん、レンジがこう広すぎるのをやっぱ TS9 でこうまとめてくれる、うん、ね、お仕事もするじゃないですか、はい、するする、はい、まあちょっとそれ役目もできますよっていうのをちょっとやっていただきたい、やってみましょうか、うん、お、今リアで弾いてるんだけど、はい、もうリアでも十分吠える感じですね、うん、吠えてますね、吠えてる吠えてる。じゃあまず銀からプッシュしてみようかね、はい、弾きたくなるよね。ですね。壊れてますね。シングル。シングル。すごい。すごい。確かに銀でもさ、こんな迫力ある音をしてっからね。じゃあ次金行くんですけど、はい、ちょっとあの一旦オフの音もう一回聞きましょうか。ね、オフね。はい。おお。じゃあ行きますね。金。うん、オン。こっちのがあの分かりやすく中域によるですね。弾いててあの弾きやすい感じがするから、スムーズな感じですよね。そうですね、このフェンダーのこのジャキット感を結構もうまとめて綺麗に、うん、これこっちだよみたいなこうやってくる感じがしますね、うんうん、これどっちもいい、どっちもいい、ね、これは迷うやつですね。すごいですね田中さん、さすがです。いやいやいや、これ素晴らしい、いやいやいや、どっちも欲しいわ。あのもし池に落っこってもう
金の TS9 か銀の TS9 かで両さんそれ言うんじゃないかなってちょっと待ってさ、その金さん銀さんのぐらいのくだりかな、もしかしたらごめんなさいごめんなさい、もうスーパーベタで来てますね、もうどっちもくれてどっちも俺じゃないっすはい、というわけでありがとうございます、素敵なペダル聞かせていただきました。これなんか欲しくなった人はどうすれば、まあちょっと概要欄の、あ、概要欄にじゃあリンク載ってますんで、はい、そしてあの大丸トーさんのあのウェブでもね、そうですね、ウェブストアでも、はい、あのお店にもおろそうもちろん、はい、楽器屋さんで試奏もできるし、大丸トーさんのとこでも買えるしということで、はい、ぜひ皆さんチェックしてもらえればと、はい、思います。もうお腹いっぱいですね、リオさん、いやーもう多彩だこれ持って帰りたいはい、というわけで今日はこのオーバーライズドスクリーマーの紹介でした、ありがとうございました。スペシャルゲスト大渡りりょうさん、イエイエイ、そして大渡りの田中さんでした、ありがとうございました。じゃあまたの動画でーす。